ダブル A とか行ったことないでしょ。それ経験ないじゃんね。トリプル A。トリプル A までじゃん。うん。ダブル A 行ったことあるんだ。やっぱダブル A ってくると何が起きるかって言ったら、俺ね、メジャーリーグってすごいのが、よくメジャーリーグってそのだんだんこうメジャーリーガーになります。トリプル A、ダブル A ってその野球のレベルだけかと思ったらボールの質も変わっていく。ダブル A ぐらいだったら日本のボールとほぼほぼ一緒。投げやすいやろ。うん。だからいたずらせんでもいい、うん。トリプル A だけでちょっとそろそろメジャーの準備してくださいのボールにちょっとなってくる。でもお前がダブル A とかトリプル A 投げるときってメジャーのボールを使わせてくれたやろ。リハビリとかで。いやそうなんだ。ダブル A なんかでやる。なんか俺のダブル A 知らんでしょ。知らん。12歳ぐらいの年下の子にやで、一緒に野球やっとって。で、打たれて2人ぐらいでこうベンチ帰ってきたら、弱い、ここやと。俺もアメリカから消えますと思ったんだ。打たれてベンチ帰ってきたら、ケケ、お前はここだけの問題やろ。もっと向かっていけ。年下に。年12歳下やで。もうこの時に俺はもう消えていこうと思って。逃げちゃダメだって。俺一番下 あのルーキーリーグ投げたことあるで。それはリハビリやん。リハビリで。俺もそれあるよ。なんかキャンプ地でね、投げるな。もうルーキーリーグのボールなんかもう社会人のボールみたいな感じだもんね。もういやリハビリやったからもうメジャーのボール使っていいよ。そうヤンキース時代じゃないですか。しかもルーキーリーグやのに3アウトで交代やん、ね、野球って球数少ないから俺4アウトとかなってもこれもうルールめちゃくちゃやろ。俺もルーキーリーグの時に肩ちょっと壊してて最後の年ちょっとリハビリでって言ってな、うん、で相手がヤンキースのルーキーなんだわ、うん、ね、ルーキーリーグでやる球場って80メートルぐらいしかないでしょ。あのキャンプ地とか使うよな。もう、うん、俺びっくり、こんな狭い、うん、って言ったら8本ぐらいホームラン打たれてさ余計怪我してさすこすこストレートは打つんだな。もうこっちはリハビリ当番になるとんだけど、もうどんこれも入るわあれも入るわってもうだからね、でもその時は僕はコーチみたいになったけど、そのメジャーリーグのボールじゃなくて、そのルーキーのボールしかダメだったけどね、もうレベルが違うからね。